ソーン分隊ウモンの長として敵するは黄金の族と30万、多くは民とはいえ数の上では圧倒的に不利か。改めて言われると途方もないな。まさに行かれる民が大地を揺るがすようだ。孫権、あざなは文代、孫氏の末裔とされる孫家の長である。その勇猛さから高等の虎と称されていた。官室への忠義に厚い孫権は黄巾の乱を鎮圧すべく兵を挙げる。いや殿、笑ってられる状況じゃないかと。なんの、戦は数ではない、我らの敵ではあるまいて。ならばお主、一人で千万の民を相手にするか。言うは安いが、過ぎれば妄言よ。テイフ、そう構えることはない。数で不利なればこそ我ら孫家が立つのだ。貨幣の官軍を助け、黄巾の賊を退ける。それがひいては官室を守ることにつながるのだ。我ら孫家は官室の刃、今こそその務めを果たす時と心得よ。それに俺はこの戦負ける気がしないのだ。それは何故に。我が孫家には勇猛なる将らがいる。帝府、今外、関東、お前たちの働き期待しているぞ。やれやれ、殿は俺たちを乗せるのがうまいからな。まったくよ、そう言われてはたぎらずにはおれんからの。お主らはそうやって。いや、帝府殿、なんでも董卓、董卓なる輩、人の皮をかぶった獣との評判もある。孫権殿。おさ、奮い立て。黄巾の乱は民の、皆天下の不満そのもの。それを封じたとして、そこに道理はあるか。いや、よそう。俺が揺らげば皆に迷いが生まれる。
ことならん。俺ら黄金刀に歯向かえば天罰が下る。こんな風にな。金刀の邪魔しようってのかい。だったら怪力瞬速周宗様と勝負だぜ。螺旋強引撃。こりゃやべえ。とかさっさと逃げるに限るぜ。ようやく着いたか。あれが董卓か。なんじゃ貴様らは。孫文代以下将兵一戦、ただいま参陣した。ふん、高等の虎などと抜かすやつか。その辺で油を売っておればよいものを。俺たちも早く戦列に加わろうかと。その必要はない。当分は様子見をしておるがよいわ。なんと、それはいかなることか。バカか貴様ら。黄金の者どもは大軍じゃ。こんな兵数で戦っても勝てるわけがなかろう。わしらは官軍、ボートなどそれを上回る大軍ですり潰せばよい。朝廷がそれに気づくまで、ここで時を潰すまでよ。気づかぬ時は。その時はその時よ。どうしても戦いたいなら好きにせよ。その辺におる雑魚でも買っておれ。ただしわしに迷惑。承知した。これより我らは。いや、なんとも厄介な感じですな。董卓、一体何を考えているのか。しかし奴の言うことも道理よ。いかに相手がボートとて兵数の差は馬鹿にできぬ。いや、董卓は違うものを見ているな。己の兵を損ねず各地の乱を捨ておく。その結果状況はどうなるか。今の天下、官室が倒れ董卓だけが無傷で残る。そうならんとも限らん。いや、まさかそんな。それが人の皮をかぶった獣。なんと悪辣な男よ。殿、かようなやから捨ておく。いや、まだそうと決まったわけではない。それにあの態度にも使い道はある。敵の末端と戦いつつ董卓の前へとおびき出す。温存するつもりの軍が危機にさらされるのだ。奴も戦わざるを得なくなるだろう。そうして奴の陣を主戦場にしてしまう。その間に俺たちは黄金の視界聴覚を打つのだ。なるほど、生産はあるか。しかし董卓よりも孫権殿の方が悪党に見える。なに、そのぐらいでちょうどよかろう。面白くなってきた。よし、敵将討ち取ったぞ。さすが目立ってらっしゃる。
ったら。な、何者だ。来るがいい、黄金の兵どもよ。この孫文代が黄金の軍を取り出す。まずは眼前の敵を派手に蹴散らすぞ。敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めよう。孫権殿の勇壮なる武勇。なんて強さだ。もっと味方を呼んでこい。よし、このまま敵兵を董卓にぶつける。その隙に我らは張角を討つぞ。ほう、わしと同じことを考える者がいるか。ん？何者だ。董卓が動かぬなら敵を動かし董卓にぶつけるか。確かにそれで戦局は動くであろう。ここはお主らに協力しよう。黄巾兵を誘い出すのはわしに任せよ。ありがたい話だけど、 あんた何者だい。わしは宋孟徳。お主らと同じような理由でここにおる。おお、お主が名前は聞いたことがあるわい。ふん、そちらも名乗るのが筋だろう。これは失礼した。俺は孫文代という。へえ、こっちもお前さんの名前は聞いてるぜ。高等の虎ってな。殿、こりゃ面白い相手に会えましたな。うん、武門と名高い孫家の戦、とくと見せてもらおう。期待に沿う奮戦をしよう。お主らは一度董卓のもとに報告に戻るといい。おそらくはすぐに軍を動かすことになろう。黄巾兵を打ち破る準備を整えてから行くことだ。承知した。曹操殿、助言に感謝する。なんじゃ、戻ってきよったのか。黄巾の兵どもの様子はどうであった。それが董卓様、大変です。黄巾兵がこちらへ向け動き出しました。黄巾の連中が攻めてきよったじゃと。やむをえん。者ども前進じゃ。戦局が動き出したか。曹操殿、守備よくやってくれたようだな。皆この機を逃すな。全軍張角を打つべく敵本陣を目指せ。孫権殿。よし、黄巾党の領袖張角を討つ。我らの力を見せつけてやれ。
見よ、これぞ天より授かりし奇跡。な、急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。いらっしゃい。毎度どうも。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。ここで守るぞ。魔法が向こうから突っ込んできよるわ。黄金のやからめ許さんぞ。ミキラの分際で陣取るよって。すでにお前は我が主。私の罠に翻弄されるがよい。あの地を奪ってしまえ。全てわしのものにするんじゃ。あの地を奪ってしまえ。全てわしのものにするんじゃ。使命はここまでか。ことなら何故に俺の過去が荒うことは。企画に暴れおってわしの計画が台無しではないか。
冒頭の虎、ここにあり。見事な武勇の褒美はちゃんと弾んでやるぞ。見事な武勇、お猿の出番もあります。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。総手をいただく輩など敵ではないわ。見よ、長角様より授かった完璧な布陣を。こちらに向かってきたか。正面から攻め寄せると愚かな。おう、なかなか見事な陣を敷く。だが民のすることだ。どこかにほころびがあろう。よし、守りを固めろ。奴らは近づけさせん。よし、敵将討ち取ったぞ。素晴らしいご活躍、お見事です。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんね。お見事、見せつけてくれますな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ここで負けてしまうのは。長角様、お役に立てず申し訳ありません。敵の陣を突破できたか。援軍の働きに感謝せねばならんな。王侯の虎、ここにあり。
突出するとは、戦を知らぬらしい。皆、あやつらを打ち果たすのだ。ん？あれは孫権殿の軍勢か。戦法が出過ぎているようだな。力を貸そう。この地は我らが制圧したぞ。しまったわ。この腕でがっちり守ってみせるぜ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。大天すでに死す。大天まさに立つべし。本部殿、天の奇跡を見よ。力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を打つのだ。敵の足場を崩し戦意を損。聴覚様の邪魔はさせねえ。俺たちの救いは後天の世にあるんだ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。天よ、我に力を授けたまえ。その息が破壊されるとは。これでは全力を出せん。そろってのけものめ。苦しみよ、天はお許しにならぬぞ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。
黄金刀を率いる張角は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。いやはや、なんとか勝てましたな。兵は拙速を聞くも、いまだ後宮を閉ざるなり。機を見て迅速に動いたのが奏功したか。孫権殿、見事な傭兵であった。やりましたの殿。これで各地の乱も静まるでしょうな。果たしてそう簡単に進めばいいがな。ん？何か引っかかっておられますか？張角の言葉に間違いはないのだ。乱の原因は民を顧みない朝廷の姿勢にある。それが変わらん限り、これからも乱は起きるだろう。おそらくは董卓の動きもそれを見越してのもの。官室はまさに内と外とに憂いを抱えているのだ。みな、この騒乱簡単には収まらんと思っておけ。それならそれで戦うだけですけどね。長丁場なら俺の見せ場も少しはありそうだ。言うのう関東よ。無論わしも遅れは取らんぞ。勝負の尊敬、その力を天下に示す。時代が戦乱へと向かうならば理にかなう道か。先々のことはこれから考えねばならぬ。だが今はまずこの先行を。その通りだな、帝府よ。やはり董卓は官室に背いたか。殿の読み通りでしたな。どうせならばあの時打っておくべきでしたかな。まあそんなことより今は洛陽の脱出だな。董卓の手のやつらがあちこちで好き勝手暴れてる。変なとばっちりが来る前に逃げた方が良さそうだ。殿、黄金討伐の恩賞は受け取りました。もうここ洛陽に長居は無用かと。ああ。だが董卓がここまでやるとはな。いや、さもありなんと言うべきか。奴は領州で西の異民族と戦い続けてきた男。力こそが全て。ならば奴の防衛止めねば国が滅ぶか。もっともですが、今は手勢が少なすぎる。まずは調査に戻り。うん。おお、ここで会うとは奇遇だな。お前は？いや、曹操殿。おお、曹操殿も洛陽におられたか。お互い無事で何よりよ。野獣に招かれてな。七肉林の宴を共に楽しめと。野獣？そりゃまさか。無論。ああ、やっぱり。曹操殿、お主かの者に食う。ふん、獣に従うなどできようものか。だが董卓の軍は盛況、まともに戦をして打ち倒すことは難しかろう。ならば方法は一つよ。なんだ方法は。気づかれたか孫権殿。ああ、
あの気迫、曹操は董卓を切る。本気ですかって殿に聞き、だがなぜそこまでして董卓を討とうとする。曹操、あの男にも目指す何かがあるのか。死なせるには惜しいな。それに奴には黄金の乱での借りもある。おお、殿、まさか。みな、行くぞ。俺たちも落葉城に潜入し、曹操を援護する。いや、主命ならば従うまで。しかし、曹操の進化は今頃老狽した。なに、たまにはこういうのもよかろうて。落葉を去る前に、最後の一暴れと行こうかの。董卓のいる宮城を守っているのは長領か。曹操はすでにあの中にいるようだな。ありそうだ。守りを固めておくぞ。ありがとうございます。自作のために出かけた娘が帰ってこない。遠出をするなと言っておいたのに。
ありがとうございます。いいものはおらぬか。一瞬たりとも気を抜くな。はっ、他の見張りにもそう伝えます。宝卓がいるのはこの先か。おそらくそこに曹操もいるはずだ。待たれよ孫権殿、向こうから誰か来るようだ。孫権か。お主こんなところで何を。おい、曹操を逃がすな。やつを捕らえ。どうやら失敗したようだな。だが生きていて何よりだ。退路は確保しておいた。ここから外までまっすぐ逃げられる。そうか、借りができたな、高等の捕らえよ。何、先日の借りを返したまでだ。さあ行け。殿、俺たちも急ぎます。あ、そうだな、もう楽葉に用はない。ふん、逃げたか虫けらど。いずれこの俺が叩き潰してやる。よし、敵将
討ち取ったぞ。さすが目立ってらっしゃる。虎の層が味わうがいい。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。みな見るがいい。これが孫権殿の勇壮なる武勇。やれやれ、ようやく調査に帰ってこられましたの。やっぱり我が家は落ち着くな。楽みな苦労をかけたな。俺のわがままで基地に付き合わせてしまった。なんのあれしき、むしろ高ぶりました。して孫権殿、早速楽よ。いやまだだ。俺が単独で軍を起こしても董卓は撃てまい。だが必ず機は来る。いずれ必ず反董卓の軍が起こる。今は諸侯の動きを見つつ軍を練り上げるのだ。なるほど、承知した。まあ殿、だったら少し休まれてはどうですか。ご子息方も殿を待っているで、特に姫様はもう殿を探し。ふん、あのじゃじゃ馬め、どうせ稽古の相手をしろとでも言うのだろう。よし、ならば俺は将校に会いに行くとしよう。皆は策と剣、それに周囲を呼んできてくれ。今後のことで話がある。おう、心。うん、将校、元気にしていたようだな。元気だけど退屈だったわ。父様ったら私たちを置いていくんだもの。それはすまなかったな。さて、俺を探していたらしいな。稽古の相手ならば明日にでもしてやるが。ううん、実は父様にお願いがあるの。次の戦、私も一緒に連れて行って。お願い、私自分の目で世の中を見てみたいの。ふん、やはりそう。武芸なら他の人にだって負けないわ。きっと父様の役に立って。証拠、戦場はお前が思い描くようなものではない。武芸だけでは抗えぬ、死や危険がつきまとうのだ。それでも戦に出たいというのか。うん、いいえ、はい、父様、覚悟はできています。わかった、ならば。本当に？ただし最初から前線には出さん。少しずつ。あ、それでいいわ。ありがとう。やれやれ、虎の子は虎か。殿、大変です。何があった？牧海大主炎章様の名で激文が発せられました。奸賊董卓許すまじ、心ある者は楽陽に集い、これを討つべしとのこと。来たか、思いのほか早かったな。俺は皆と集まって話をする。将校、お前は知った。うん、分かった。孫権殿、炎章から激文が発せられたとのこと。うん、話は聞いた。これで諸侯は董卓討伐に動くだろう。無論俺たちも出るぞ。再び洛陽へと向かい董卓を討つ。
暗室の刃としてヤスの暴虐を終わらせるのだ。王さん、いよいよですな。まあこの前の一件もありますしね。孫家の武勇、天下に示す時か。俺たちも行くぜ、おやじ。でけえ戦が始まるんだろ。なら俺も親父と一緒に暴れるぜ。父上、私も共に戦いたく存じます。私も今度は一緒に行くんだからね、父様。弱敗ながら私も孫家の臣として力を尽くします。頼もしいですな、殿。ああ、皆よく言ってくれた。この戦、孫家の総力で臨む。俺たちの手で逆進董卓の首を取るのだ。よっしゃ、一気に洛陽まで。いや、一気に突っ走るには洛陽は遠いかと。どこかで野営をしなきゃならない。だが野営地をどこにするかだ。洛陽に近づきすぎては董卓にけど。それについては私の方で検討しました。野営地は幕城付近が適当でしょう。早速手配をいたします。よし、任せたぞ周遊。では行くとしよう。我ら竹木虎の牙、董卓の首に突き立ててやるのだ。進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。おお、手ごろな獣がいるな。者どもかかれ、狩りの時間だ。もう十分であろう。孫権殿、いかがされた。ああ、少し考えたいこと。テイフ、お前は今の天下をどう見る。唐突な問いですが。官室は衰え、朽ちかけている。張角が現れ、そして董卓が現れた。おそらく董卓を討っても
次の何者かが現れよう。そうなればまさに乱世だ。その時武門孫家はどうあるべきか。皆が、子らの世代が平穏に暮らしていく。そのために俺たちはどう進むべきか。叶うならば官室の刃として今の天下を守りたい。己の手で新たな時代を築くべく戦う。それは覚悟しておかねばならんのかもしれん。テフ、そうなった時も変わらずに俺を支えてくれるか。この身に変えても。水臭いですぞ殿。そういう話はわしらも混ぜてもらわねば。あれです、この寒義校もお忘れなく。お前たち、ああ頼りにしているぞ。聞いたかよシエ。ああ新たな時代を築く、その意味は私たちも考えておかねばなるまい。父上が思い描く新たな時代。父様。よし。諸侯よ、よっ朝廷を牢断していた十条寺を、この お初にお目にかかる。私は龍玄徳と申す者。董卓の悪政に苦しむ民を救うべく我が兄弟らと共に馳せ参じました。おお、義勇兵か。俺は孫文代という。孫家の方々の有名は聞き及んでおります。共に董卓を討ち天下に安寧をもたらしましょう。ああそうだな。劉備、どこかで聞いたような。黄巾の騒乱の折武功を立てた義勇兵、その中に劉備なる名があった。おお、そうじゃった。こたびも馳せ参じたとは。お主らもまた官の中心よ。いえ、苦しむ民を思えば当然のこと。私たちは民の安寧のために微力を尽くすつもりです。民のためか。ずいぶん素敵なことを言うのね。失礼、あなたは孫権の娘、孫昌公よ。父様たちと一緒に今回の戦に参加するの。なんと、あなたのような女人が。あら、天下の乱れを正したいっていう気持ちには男も女も関係ないんじゃない？これは失礼した。おっしゃる通りです、孫昌公殿。そんなにかしこまらないで、一緒に頑張りましょう、龍玄徳様。兄者、そろそろ参りましょうぞ。俺たちで董卓の野郎をぶっ倒すんだろ。ああそうだな、雲長、玉徳。では孫家の方々、久しぶりだな。洛陽での一件以来か。あの時は世話になった。
改めて礼を言おう。気にするな。言っただろう、黄金との戦での借りを返したまでだと。だがなぜああまでして董卓を討とうとした？明日の世に備えるためとでも言っておこう。お主らも考えておるのだろう。董卓を討つだけではなく、その先のこと、いや、お互い多くを語る時ではないか。高等の勇士たちよ。どうした？反董卓連合の盟主たるこの燕本所に何か用か？用もなく我が元を訪ねたか。不遜な。ならば早く持ち場につき董卓を倒さんか。よく聞け。今回の戦、お前たちの兵糧はこの燕高炉が管理。普段から高騰の虎だなと息巻いているのだろう。せいぜい餌代が無駄にならぬよう働くことだ。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を討ち果たすのだ。行くぞ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。見ておれよ。静井館と五郎館を抜けると思うな。止まれ。この頃で一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む敵は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む敵は誰にも阻ませぬ。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。火竜様がいる限り誰も通さねえ。手で抑える。目標は定まった。全軍進め。止水艦前の仲間が退けられた。彼らの船を我らで晴らすのだ。堰を越えて連合軍を迎撃せよ。関東軍、決して無駄にするな。この俺が破れると連合軍の分、大したもんだぜ。高騰の虎、ここにあり。その戦ぶり、英雄と呼ぶにふさわしいぞ。
敵め、分不相応な場所、目障りな、我が軍でもらい受けるぞ。今こそ敵の要所を叩く。トータル軍に完全に包囲されたか。この王城いつまで持つか。隙だらけだろ。何が高等の捕らえ方だ。孫権ともめ、城にこもって吠えもせぬわ。援軍さえなけりゃ撤退する。救援を信じて粘った甲斐があった。さあもう一踏ん張りせねば。打線強援撃。ようやく洛陽へ攻め入る時が来た。西回りで進軍し、董卓を撃つ。行くぞ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。助けてください。村に董卓軍が攻めてきて、無理やり食料を。村を助けに来てくれたのか。ありがてえありがてえ。
たかが孫楽と思ったが連合軍がいたか。行くぞ、敵軍を撃退する。わしらを助けてくれるなんて、なんという心の優しいお方よ。村の全員を救ってくださるなんて、これは村に代々伝わる宝ですな。冒頭の虎、ここにあり。おう、頑張ってんじゃねえか。炎艦を抜けば落葉は目前なのに、騎士によくが守ってるとは。敵め、分不相応な場所。目障りな、我が軍でもらい受けるぞ。機を逃してはならぬ、攻めんげい。我が軍の勢い、もはや止められまい。迅速に攻略せよ。
を攻め、これを接収する。みんな進め。コロー感が開いたぞ。どうなってる。これ以上は耐えられません。もうですが、私はここまでです。挑戦がやられただと。貴様ら、一片も残さず消し飛ばしてやる。全体に破らせんぞ。城壁からの攻撃で連合軍を一掃する。宝徳すら撃てぬ輩に負けるとは。次に会ったら命はないと思え。おお、あの呂布を倒すとは。この勢いで洛陽を攻めましょう。我が部にかけて門戸間を死守せん。いざ、この超文献と勝負せよ。なんという部下、敵ながら感服するほかない。王刀の虎、ここにあり。見事だ。お前の戦に見入ってしまったわ。場所目障りな。我が軍でもらい受けるぞ。あなたは村どう。かの地を攻め、これを接収する。みんな進め。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。
敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。敵め、分不相応な場所。敵の要所を叩く。敵の要所を叩く。もう少しで村だぞ。あと少しだ。到着できました。あなたには感謝してもしきれません。あなたのような人と共に戦いたい。ここで連合軍への志願を募ってみます。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。王刀の虎、ここにあり。
敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、全員を損。定まった。
まった。敵の足場を崩し戦意を損。楽葉に兵が送れない。王達様に何と詫びれば。王道の虎、そこにあり。所詮は雑魚の寄せ集め、俺が蹴散らしてくれるわ。撃たれているではないか。連合軍の力、こんなものではないはずだ。今こそ敵の要所を叩くのか。さあ参ろうぞ。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。連合軍、なかなかやるではないか。ここは引くぞ。東卓軍が撤退していくぞ。援軍の協力に感謝しよう。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。よし敵将討ち取ったぞ。王刀の虎、ここにあり。ゴンホトマン。
この地は我らが制圧したぞ。
つ。
放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。命が惜しければ金を出しな。うわ、山賊だ。そこの方、どうか助けてくれ。おとなしく金と食料を置いていけ。さもなくば命はないぞ。囲まれたか。ありがとうよ。なんだい、学者を探しているのか。おいや、そんな雰囲気の男を見かけたよ。さっき南の方へ歩いて行った。命の恩人だ。なんだって、学者を探している。あいにくそんな人は見なかったな。役に立てず申し訳ない。
ありがとうよ。なんだい、学者を探しているのか。それらしき人は見なかったな。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。こりゃかなわねえ。あなたは命の恩人だ。なんだって、学者を探している。先ほど学者風の男を見かけたよ。オーガの川辺に向かってたようだが。ここにあり。その腕を見込んで。さすがは話し子。それはありがたい。また相手願おう。よし、撃勝。
討ち取ったぞ。地を制することが戦のコツよ。これはありがた。ほど知らずのクズどもが、わしの主治肉林の邪魔はさせんぞ。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。貴様、孫権。ねえ、どうし、己の欲から目を背け、大義を振りかざしおって、くだらんアホどの目が。違うな、董卓。俺も俺の欲のために動いているに過ぎ。仲間を、家族を、孫家の皆を守る。それが俺の欲だ。そのためならば俺は天すら。やかましい。貴様らの欲な、わしの欲を邪魔する奴は皆殺しよ。形も残らぬほど切り刻ん。この戦、鍵を握るは工場兵器か。よし、我らは勝者の護衛を行う。楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。役賊董卓を打ち払い、楽よを奪還した。連合軍の大勝利よ。皆勝ちどきをあげ。こちら側からの攻めは予想していないはず。さあ、董卓軍の奴らに一泡吹かせてやるぞ。董卓を討つことはかなわなかったか。申し訳ない、孫権殿。あと一歩というところで奴めを逃がしてしまった。決着をつけられなかったのは残念ですな。まあいいではないか。まずは洛陽を奴の手から取り戻したのだ。この戦、我らの大勝利よ。やったな、ケン。お前ずいぶん活躍してたじゃねえか。いえ、
兄上たちのおかげです。私はただ必死について行っただけでした。ケン兄様ったら謙遜しちゃって。ご活躍は殿や諸将にも聞こえているはず。孫策、もう誰も君たちを子供扱いはしないだろう。ああ、シリー。けどまだまだ親父たちには追いつけてねえな。もっともっと強くならなきゃだぜ。早く親父と。はじめいかに頼りなかろうと、彼ら若輩が進むのは大いなる成長の道よ。テーフ、お前が言うと重みが違うな。楽しみに見守るとしよう。高等の虎の異名は天下に轟いた。孫権を擁す連合軍の前に董卓軍は敗れ去る。恐れをなした董卓は洛陽に火をつけて長安に逃亡。かつての都は無残な廃墟と化してしまう。その後孫権は洛陽の復興に参加する。彼は漢の臣としてなすべきことをなそうとしていた。まったくひどいありさまですな。復旧作業をしろと言われてもどこから手をつけたらいいか。暮らしに必要なのは水。まずは井戸の修復からでも始めてみるか。なんだこれは。殿、よろしいか。ああ。これは歴代の天使に代々受け継がれる帝剣の象徴、伝国の玉璽。帝府でも冗談を言うことがあるのだな。我が輩が信じられぬか。いや、お前が言うならそうなんだろう。しかしなぜ今俺のもとに。殿が天下を狙うための正当性を得られた、そう解釈したくもなるものだが。そうですとも殿。那智の戦で殿は最高に目立ってましたからな。俺は官室の中心を自負していたのだが、これをどう扱うか。俺は天に問われているのかもしれんな。これの扱いは後でじっくり考えるとしよう。今は民の安寧を取り戻すのが先だ。みな、よいな。はっ。